地震や津波がふるさと変えてしまうだけじゃない、半世紀経ったらふるさとも面影探し難しい、その兆候は見えていた、なるべきようになっていた、どちらともなく住み替えよう、淡い思い出淡くなる、大人へと向かうあの頃から、ふるさとの景色変わり出す。レトロなだれてあの当時のお主が必要、今の今半世紀経っても推薦する、当時のメンバー集めるに今こそあんたが必要に、エキスペディション y e a